ePub は国際電子出版フォーラムが策定したオープンフォーマットの電子書籍ファイルフォーマット規格である。ePub はエレクトロニックプブラケーションの意味を持ち ePub、ePub などと表記される場合もある。ePub は XML、XHTML、CSS および ZIP に基づいた規格であり、対応するハードウェアやアプリケーションソフトウェアは多く、 電子書籍ファイルの標準となっている。2014年11月5日には ISO より ISO-IECTS3135 として刊行され、国際規格に近い段階である技術使用書として標準化された。EPUB は HTML や Web ブ,ブラウザのオープン性を保持しつつ、インターネット接続が切断された状態の携帯情報端末やノートパソコンなどでも、 電子書籍の閲覧が継続できるようにダウンロード配信を前提にパッケージ化された XHTML のサブセット的なファイルフォーマット規格であり画面の大きさに合わせて表示を調整するリフロー機能が特徴である EPUB が標準となる以前の電子書籍用ファイルフォーマットは独自仕様であって電子書籍を読むハードウェアに固有のものが大半であり 出版社や著者が電子書籍用ソフトウェアを作るにはその会社から制作ツールのライセンスを入手する必要があったが、XMDF のように制作ソフトは無料だが、出版する場合に企画の利用料を払う必要がある場合や、会社が存在しなくなれば、それまで構築したソフトウェア制作用の環境と経験は無駄となることも考えられる。何より専用フォーマットに対応するハードウェアが、 販売されなければ過去の制作済み電子書籍ソフトウェアの価値も著しく失われる危険性があった。イドフではこのような依存性を排除し公開された共通規格による電子書籍用ファイルフォーマットとして EP b を提供することで電子書籍用ソフトウェアの制作を希望する誰でも自分の作品を作ったり関連アプリケーションが開発できるように 世界標準の規格化を進めている。EPUB 形式の電子書籍のファイル構造は、XHTML 形式の情報内容が、指定の形で ZIP によって圧縮された後、ファイル拡張子が EPUB に変更されたものである。もともと小説作品の電子化を念頭に標準規格化が始められた EPUB ではあるが、HTML で、 サポートされる一般的なビットマップ画像データや CSS による最小限のデザイン制御に加え SVG1.1 もサポートしているため図版や数式などを多用する作品への対応度は高い。現在最新版である EPV3.0 は縦書きルビも含む日本語組版に対応しており多くの EPV リーダーがこれらを実装している。しかし EPV リーダーごとに挙動が異なること 出版側の意図した通りの結果にならないことは存在する。これらの書問題に対応するため、日本電子書籍出版社協会により、電書協 EP 部3制作ガイドが策定されており、日本の電子書籍出版シーンでは、電書協仕様に準拠することが業界標準となっている。また、出版社等による電書協仕様のさらなるサブセットも作成されており、角川では、 角川 e p 部制作仕様を、電書ラボでは、電書、ラボ e p 部制作仕様をそれぞれ策定し、公開している。日本語組版、特に縦書きと、金属処理については、CSS3 の草案で提案されていたプロパティを e p スというプレフィックスを追加して、採用している。これらの問題点は、EPV2.01 のベースとなっている、XHTML1.1 と、 CSS 2にに因する。日本語組版の基本的な機能はカバーされていると言える。CSS のライティングモーズモジュールとテキストモジュールが W3C 勧告になるまでに公文も意味も変わる可能性がある。EPUB では EPUB プレフィックスをつけた公文を採用することによって公文の不安定さを避けている。ただし意味については 最新版の W3C 仕様に従うので変わる可能性がある。その最大のものは縦書きの時どの文字が直立しどの文字が寝るかである。HTML5 についても W3C 勧告になるまでに公文も意味も変わる可能性があり EPUB もその影響を受ける。2011年初頭現在の版である EPUB2.01 は以下の3つから構成されている。 日本電子出版協会は2010年4月に EPUB、日本語組版についての最低限の要求事項をまとめ、ミニマルリクワイアメンツオン e p u b ージャパニーズテキスト、レイアウトを公表した。この文書の内容は2009年6月4日版の W3C 技術ノート日本語組版処理の要件から電子書籍に必要なものを抜き出したものになっている。その後に、 イドフが新しい WG のチャーターを出版したが、そこではミニマルリクワイアメンツオンイープブフォージャパニーズテキストレイアウトが参照されていた。この時点で日本語組版への対処がイドフの重要な課題として位置づけられた。その後、WG の第1回会議において日本電子出版協会の村田誠がエンハンスドグローバルランゲージサポートサブグループの リーダーに選出された。このサブグループが札幌会議と台北会議を経て EPUB 国際化のための要求事項を取りまとめ、使用にどんな機構を入れるべきかを WG に提案した。これを受けて EPUBWG は EPUB3.0 の国際化を完成させた。EPUB3.0 では日本語だけではなく、台湾や香港の縦書き、右から左へ書くアラビア語及び、 ヘブライ語にも対応した。2011年5月23日に、イドフから EPV3.0 プロポーズドスペシフィケーションが、同年10月10日に EPV3.0 フィナールスペシフィケーションが公開された。ありがとうございます。